結婚して10年目のこの4月に諦めかけていた待望の第一子を授かりました。ありがとうございます。毎日息子にお父さんはお前のこと大好きだぞ、生まれてきてくれてありがとうって声をかけています。もう一声かけています。今の日本を見ているとこの声を今後かけ続けられるか不安なんです。その一声はお前は日本に生まれて幸せだぞなんです。この言葉をこれからも自信を持ってかけ続けたいんです。息子の世代にいい日本を残してあげたい、この思いで私はこの場に立っています。私が政治に関心を持った原点は中学校2年生の時の歴史の授業です。先生から日本は悪い国だ、アジアをしてひどいことをしたんだ、中国が素晴らしい国だと教わりました。私の場合は確かに極端だったのかもしれません。でも少なくとも学校の授業を受けて愛国心が芽生えたなんていう方はほとんどいないんじゃないでしょうか。この愛国心を持ってこなかった子どもたちの中から愛国心を持たない政治家たちが生まれてきたんだと思います。この愛国心を持たない政治家たちが日本のために国民のためにこんな気持ちを持って働くわけがないんじゃないでしょうか。今の日本の政治がおかしい原因は突き詰めていけば子どもたちに愛国心を持たせてこなかった教育に行き着くんだと思います。ありがとうございます。これまで私は司法書士として1万件以上の仕事をしてきました。日本経済新聞に取り上げられたり日経マネーという経済情報誌の記事の監修などをしてきました。私が司法書士として行った仕事の一つに自己保護手続きっていうのがあります。実はのは多くの場合普通の個人がしています。普通の個人です。高い金利で借金をして返しきれなくなってしています。ある時気がつきました。自己破産の原因は表面的には借金です。でも根っこの原因は違うんです。というのも自己する方の多くは自分に自信がないんです。言い換えると自己肯定感がとっても低いんです。だから自分の懐の具合を超えてブランド品で着飾る、エステに行ってきれいになろうとする、人にご馳走する、こういうことにお金をつぎ込んでしまうんです。私が司法書士として開業した頃日本では1年に15万人の方が受診していました。コンビニと歯医者を合わせた数より多い人が毎年毎年毎年事故らせるんです。これだけ日本には自分に自信のない自己肯定感の低い人が多いってことなんです。この問題は何も単に限りません。今日本では10歳から14歳までの子供が命の原因第1位、去年も一昨年もなんです。こんな国は世界見渡しても日本くらいなんです。普通は10歳そこそこの子供が命を落とす原因は事故か病気なんです。なぜ日本人の子供だけが自殺で命を落とさなければいけないんでしょうか。おかしくないですか。これだって自分には価値がない、そんな風に考えてしまう原因だと思います。自己肯定感の低い子供が自分の心を満たすために自分より弱いんだと参政党の佐藤は思います。この問題ももしあなたのお子さん、お孫さんがしてしまったら、いじめに遭ってしまったら悲しくないでしょうか。
この問題は結局自己肯定感を低くしてしまうような教育が問題だと思います。あなたは自分のお子さん、お孫さんにどんな風に育ってほしいでしょうか。いろいろ考えがあると思います。そしてどんなことがあっても幸せに生きてほしい。何があっても自分に自信持って生きていける、そんな強くてたくましい心を持った子に育ってほしい。そんな風に願ったことないでしょうか。日本には星の数ほど素晴らしいところがあります。今世界にある190以上の国の中で一番古い国はどこでしょうか。日本です。古いからいい国なのではないんです。素晴らしいからいい国だから世界一長く続いてきました。この日本で最高の位とされている神様が天照大御神、伊勢神宮に祀られています。伊勢神宮では神宮の建物を20年おきに新しくする工事、式年遷宮が1300年もの間ずっと国のお金で行われてきました。これが止まってしまったのが戦国時代です。幕府にお金がなかったんです。この時伊勢神宮に莫大なお金を寄付して式年遷宮を再開させた人物がいます。これが織田信長のお父さんである織田信秀です。ある意味日本の永遠です。伊勢神宮を作った人物、この織田信秀、実は住んでいたのは私たちの地元千種区です。ここから歩いて30分ぐらいのところにいたんです。千種区城山町にあった水森城に住んでいました。これはほんの一例です。私たちの地元千種区には、名古屋には、愛知には、日本には星の数ほど素晴らしいところ、誇らしい歴史が詰まっています。これらをきちんと子どもたちに教えていって、愛国心を育むような、日本のことを好きになるような、好きな日本に生まれた日本人である自分のことを好きになるような、自分に自信を持って生きていけるような、そんな教育に変えていきませんか。参政党はこういう教育を実現できる政党だと思います。参政党はどこの経済団体からも中国からも全く資金を受け取っていません。だから純粋に子どもたちのこと、将来のこと、日本のこと、ここを考えて活動できる政党です。参政党、昨年国会議員を出し、今では140人の地方議員を出しました。でもまだまだ参政党は力が足りません。ぜひあなたのお力、参政党に貸してくださると嬉しいです。参政党、佐藤健太郎、街頭演説聞いてくださりありがとうございます。佐藤健太郎でした。続きまして、愛知3区国政改革委員杉本純子、名古屋市昭和区緑区天白区杉本純子さん、よろしくお願いします。ご通行人の皆様、おはようございます。私、愛知第3区国政改革委員杉本純子と申します。私は生まれも育ちもずっとここ名古屋です。日本はとても素晴らしいところだと皆さん思っていると思います。だけどここ最近、日本のニュースを見て、政府の政策を知って何かおかしいと、どこか間違っていると感じたことはないでしょうか。2020年つまり私は世界と日本の報道の在り方、地位による差別化や、世界と日本でまるで違う報道の仕方に疑問や違和感を感じました。そしてそんな時に参政党を知り、全国で同じ思いを持つ仲間がたくさんいることを知り、今回このように国政改革委員として立つ決意をいたしました。一体日本の報道、何が違うのか気づいてない方、とても多いと思うんです。世界のニュースやネットの情報と比べると、
日本の報道、テレビ、新聞、メディアの報道はとても偏っているんです。なぜそのような報道しかしないのか、スポンサーや企業、一部の会社、そういった利益に反すること、不都合な真実を私たち国民に伝えていないのではないでしょうか。その証拠に海外ではもう今ほとんどの国民をしていません。対策もしていない、でも打っていない。そんな状況の中、なぜ日本ではこの秋6回目7回目という話になっているのか、一度少し皆様一人一人がよく考えてみてほしいんです。本当にこの今の日本の報道は正しく私たちに情報を与えてくれているのか、世界と比較して今の日本の状況、正しいのか、間違っているのか、そのことに気づかなければ、そして正しい情報を知らなければ、私たちは自分自身も、そして家族も、子どもたちも守ることできません。私たち日本人が日本人を守らなければ、一体どこの誰が守ってくれるというのでしょうか。今の日本の教育もそうです。子どもたちは試験のため、受験のため、そのために一生懸命勉強している。勉強することは悪いことではないけれど、だけど本当に今の教育で私たち日本のために、将来のこの日本を背負っていく、そういった子どもたちが育ってくれると思いますでしょうか。子どもには、いや私たち大人にも不得意なこと、得意なこと、そして個性もある。それなのに全て型に当てはめて、今の勉強だけ、受験だけのために毎日勉強し、学校から帰ってきてからは習い事、塾、大人だってそんな毎日息苦しくなるとは思いませんか。今の子どもたち、不登校になる子とても多いんです。なぜ子どもたちが楽しく学校に行かなくなってしまったのか、なぜ子どもたちは学校に行くのをやめてしまうのか。学校に行かない子が悪いわけではない、私はそう思います。子どもたちには子どもたちの気持ちがある、一生懸命訴えているんだと思うんです。助けてほしい、聞いてほしい、そういう子どもの声に私たち大人が耳を傾けなければ、彼らはどうやって生きていけばいいのか。子どもは親にですら、自分の親にすら気を使うんです。言いたいことを何でも言える、そういうわけじゃない。子どもたちの心の叫びを私たち大人がきちんと捉えなければ、助けてあげることできないんです。子どもが若い人たちは多い、そんな悲しい国にしてはいけない。私は、そして私たち賛成党は、そう強く日本の今に危機感を持っています。今の日本、おかしいことたくさんあるんです。テレビや報道が決して教えないことたくさんあります。賛成党はしがらみや利権がないからこそ、正しい情報を皆様にお伝えすることができるんです。ぜひ一度 YouTube、SNS で賛成党を検索してみてください。私たち賛成党の情報を知って、または YouTube を見て共感してくださり、今の日本のおかしいこと、間違っていることに気づいた方たちたくさんいるんです。気づかなければ、知らなければ行動に移すことができません。私たち日本人が今の政府のおかしいことを、これまでずっと任せてきた今の政府で本当にそのままでいいのか、今の日本のままで将来の子どもたちにいい日本を残せるのか、そういう疑問を持たなければ、そして声を上げ行動に移さなければ、今の日本をとても変えることはできません。食についても私たち賛成党は、食と健康、そういう面でもとても政策に力を入れています。日本はスーパーに行ってもたくさんの食料品がいつも並んでいる。安くて美味しい日本食、いつでもどこでも気軽に食べられる、そんな素晴らしい国だけど、食という面では本当にそれでいいのか、今の日本安心だと言えるのか、
私は疑問に感じています。なぜ日本では子どもたちが食べる、そんなことでは量がはずもない、むしろどんどん増えているんです。日本では2人に1人、3人に1人が食べる、世界も同じだと思いですか？そんなことはありません。なぜこんなに医療が発達しているのに、なぜ日本だけこんな人が増えるんですか？そしてなぜ病気で死んでしまう方が未だにたくさんいるのですか？おかしいと思いませんか？私たちが食べるもの、私たちの体はそれでできている。食べること、そんな大切なこと、当たり前のことなのに、日本の今の食料のあまりにも甘すぎる。できることなら私今すぐにでも改善したい。そうすればみんなはいちいち表示を見、いちいち裏を気にして何がいるか気にしなくったって、何よりも安心で安全で、そしていられるじゃないですか。私は日本はそうでなければいけない、そうしたいと思っているんです。ありがとうございます。賛成党は何も政治が難しい、政治に無関心な人、そういう人ばかりが増えているこの日本で、この賛成党を立ち上げた理由の一つは、国民一人一人が今の日本の問題点にきちんと気づき、そして私たち一人一人がこの国のために、この未来のために立ち上がり、声を上げ、一緒に政治を作っていきましょう。そんな意味で作られた政党なんです。このしがらみや事件だらけの世の中では、本当に私たち日本人のために、日本人のことを考えた政治、全く流れていない。こんな状況、私たちもうとっくにうんざりしているんです。このままの政党に任せておいては何も変わらない、多くの日本人がそう思っているはずです。だからこそ私たち選挙に行きたくなる政党、一人一人私たちの声がきちんと届き、日本人のために税金を使ってくれる、そんな当たり前の政党をゼロから作ったんです。どうか賛成党、賛成党よろしくお願いいたします。愛知第3級国政改革委員、杉本純子でした。どうもありがとうございました。杉本純子さん、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。市川とご通行中の皆様、こんにちは。愛知第5区国政改革委員の近田茜と申します。私はもともと名古屋市の小学校教諭として働いていました。でも今は健康を伝える人として仕事をしています。それがなぜか、それはこのままでは周りの人がどんどん人になってしまいってしまうのではないかというふうに思ったのがきっかけです。私はもともとずっとアスリートとして中学校から大学までスポーツに携わっていました。陸上競技をしていました。その中で自分自身の健康、そして食にずっと興味があったのですが、大学に入り教育者になりたいというふうに志し、教育大学院を経て名古屋市の小学校教諭として働きました。この中で
やはりずっと戦争に興味があったので、いろんなところから情報収集をしていました。その中である映画に出会い、私の人生は変わりました。フードルクという映画なんですけれども、そこで描かれていたのは人々のお金やそれ以外のものが優先されてしまっている今の世の中なんだな、というふうに私は感じました。人の命、動物の命、いろんな命があると思いますが、命より大切なものはないと私は思っています。今の世の中いかがでしょうか。私は普段健康を伝える身として食と健康のことを お伝えさせていただいているので、今日はそのことを中心に話をしていきたいなと思っているんですけれども、まずですね、私は女性なので定期的に生理というものが、月経というものがあります。いろんな方と専門家としてカウンセリングをしている中で、女性の皆様、ちゃんと毎月月経が来ている方ってどれくらいいるのでしょうか。私の周り感じているのは半分もいらっしゃらないんじゃないか、というふうに思います。デリケートな話なので、あまり表には出てこない話かもしれませんが、そんなことを感じています。そしてこの月経がちゃんと来ないというところから、今の見えているところにつながっているのではないでしょうか。生理が来ると生理痛だったりとか、女性は気が現れると思います。でも私は、あの不調は本来はないものだと思っています。何かそれが不調が来るのが当たり前のような、そんな世の中になっているな、というふうに感じています。今の日本では、これだったら治療しようというふうに薬だったり、そういったところで解決をしようという対策が取れていますが、金だけではありません。全ての食べ物から治すものだと私は思っています。医学の祖である、ありがとうございます。私たち感染症は3つの重点政策が、教育、食と健康、国の守り、この3つを重点的にお伝えしています。今申し上げた食を見直すということは、教育で私たちは知るべきことだと思っています。ですが、私たちが教育を受けたところで食が大事だというところに行き着く人はどれくらいいらっしゃるのかな、というふうに思います。そしていきたい、それぞれ思いが違うと思います。私も専門家として、どうしたら健康になれますか、どうしたら良くなっていきますか、ということをよく相談されますが、私は私の答えがあります。そして皆さんには皆さんの答えがあって、一人一人に答えがある、それが健康だと思っています。でもそこを考えないように私たちは教育を受けてきたのではないか、そう思っています。一人一人が考え、一人一人が
自ら選択し、そして行動していく、この基本的なことが、私は今の日本の教育には欠けているところだと思っています。ここでも参政党は反対をしていますが、健康の人にできることは何でしょうか。健康の人に人よりもお金の方が優先されてしまっているのではないでしょうか。私はほんの数ヶ月前まで政治に参加していませんでした。でも今回立ち上がろうと思ったのは、参政党は一人一人がもっと国を良くしたい、そんな人が集まって活動している党で、こんな党は私も入ってみて分かったんですが、本当に他にはないなというふうに感じて、本当に素晴らしく感動しています。ぜひ皆さんも何かしたい、自分の子供、そして孫、この次3世代4世代先へ素晴らしい日本、そして地球を残していきたい、そんな風に思われる方がいましたら、ぜひ私たちと共に参政党として活動していきませんか。そしてもっとより良い国にしていきませんか。ぜひ一緒に活動してください。参政党愛知大学国政改革委員本田茜でした。ありがとうございました。